プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミク、逆から読むと組ねつはじステチチャクチョカチョチューチューチュー、こんにちは、ヴィランです。さあ本日はですね、プロセカの実況動画撮っていきたいと思います。ちょっといつもよりね、もしかしてテンション低いみたいな、さくやさん今日なんかテンション低くないと思うかもしれないんだけど、そうなんですよ。私さくやですね、今喉がめちゃめちゃ痛くてですね、痰とかもめちゃめちゃ出てて、風邪気味なんですよね。もう全然笑い事じゃないんだけど、風邪気味で、みんな基本的にさ、風邪の時ってさ、あったかくしてみかんの皮食って寝なさいよみたいなこと言われるじゃん。ただね、俺ね、プロセカやってる。はい、ということで今回は、ヴィランやっていきたいと思います。これね、読み方がね、あってね、ヴィランじゃなくて、ヴィね、ヴィ、ウニ濁点の方ね、MB ベイビーとかのヴィの方ね。いや、なんで一人ぼエンビーって例えなかった？はい、今回もね、先にね、初見プレイした動画を見ながら実況っていうスタイルでやっていきたいと思います。今回はね、あんまり譜面に触れることなくね、MV の方にね、触れていきたくて、今回珍しくね、普段から俺は、基本的に譜面の方に触れるんだけど、今回に関してはちょっと MV 触れさせてほしい。いくよ。今からね、10秒カウントするんで、まあ、0になったタイミングで、プレイ動画いきたいと思います。10、9、8、さあ、来ました、ヴィラン。今回はですね、なんと、MV 付きということで、俺がめちゃめちゃ喜ぶやつですね、MV 付きは。本当に待ってた。最近 MV あんま追加されてなくて、来た！わかる？このダンスよ。今の指の動きすごい。これ、やばくない？このカクカクみたいな。カクカク、シカジカ、四角いムーブみたいな。で、さっきなんかポテトみたいな踏み切ったんで、このなんか静けさ、最初の、くるくるいいね、これ。なんかバフユちゃんのこのくるくるの動きいいよね、なかなか。来た！ここめっちゃポイントだと思う。今のところ。なんか、背面で、みずきちゃんがぴょんぴょんしてるの。これからラビットっていうね、カバー曲追加されることを祈ってます。ぴょんぴょんだからね、これも。来た！いや、この近距離やばくない？恋人との距離 0.1 センチみたいな。来るよ！指刺された。回転、来た！サビ。わかる？いや、これ、今の動きやばくない？手の動きやばくない？ドゥルルルみたいな、ドゥルルルみたいな、マシンガンポエムドール表してる時みたいな。あれの俺2倍の速度で指動かせるから。で、これで、チューンってやって、なんか元気ラムみたいなのもらって、来るよ、このね、顔も知らないところのね、平泳ぎがめちゃめちゃいいですね。来た！これめっちゃ好き！ここのね、なんか、ほい、なんか祭りのダンスみたいなやついいよね、なかなか。で、これで、平泳ぎ来ました！本気の平泳ぎ。平泳ぎからの、いいよ。元気玉もらって、この後好き。いくよ。これピンってやるやつ。これ、なんか道端にガム捨てる時のポーズみたいな。これ来た！ハートマークみたいなの表してて、これで、なんか、チューンってやって、ハートキャッチブリキャンみたいなポーズするの。めちゃめちゃ可愛くない？これ。いろんなキャラにやらせてみたいな。これ、見て、この距離。もう、指、やばくない？これ。なんかアルゴリズム体操開始される時の、距離感みたいな。すごくない？ここの。はい。ここで、ゆっくりと近づいてきます。いや、これいいよね。ダンスがめちゃめちゃいいよね、今回。すごくないこの、ちゃんちゃんちゃんみたいな、こう横動き。単純なんだけど。これ。こう、ステップがめちゃめちゃいい。来るよ！いや、ここでね、また出ました、動き。例の動き見ましたね。この、みずきちゃんの表情の豊かさよ。なんか、悲しんだり、楽しんだり、笑ったり。ほら、これ。すごくないこの表情の変化が。すごくないこれ、本当に。やばいんだよね、今回。でね、最後にもぜひね、みんなも注目してほしい。ミスタークレイジーエナなんですよね。もう全然語呂悪すぎるけど。めっちゃ悪いね、語呂が。来た！平泳ぎ。この後かな？違うな。ヴィランって。結構ね、譜面のね、多さがね、ちょっとびっくりした。曲が長いからね。来た！来た！ガム捨てるやつ。最後、やばいから。これ。カメラがね、下に行くやつ。めっちゃ良くない？これ。これめっちゃいいんだよね。なんかザコダウンみたいな。ザコダウンみたいなさ、ポーズするのめっちゃやばくない？いや、いろんなキャラでやらしてみたいよね、ザコダウン。はい、ということで今回はヴィラン見ていきました。ちょっと成績見ていこうかな。成績発表ですね。さあ、来ました。パーフェクト、ね、フルコンボということで、グレートが16でしたね。いや、ちょっとね、精度がね、あんまり良くなかったんじゃないかなと、今回思いましたね。ただね、曲とか譜面に関してはね、もう最高だった。また見たくなるような、最高のね、演出だったんですけど、ちょっとね、最後にね、ヴィランについてね、一個だけちょっと不満点があったから、ちょっとそれ話して終わりたいと思います。それ何かっていうと、ヴィランのせいで俺の風邪が悪化したってことかな。